丈夫です。おはようございます。10時の鐘が鳴りました。ウォーズカフェの時間です。この時間は、私、普天満山神宮寺住職金城良慶が、1時間仏教について、沖縄の、歴史についてなど、お話をさせていただく、番組となっております。はい、ですね、ちょっと今朝、朝ですね、ツイッター見ておりましたら、活連城で古いコインが見つかったと。なんとローマ帝国時代、あとオスマン帝国時代の、ね、コインが見つかったと。しかもなんかこの2世紀3世紀ぐらいのコインと、あって、すげえと思ったんですけど、よく見たら活連城はその頃にはまだないということで、じゃあこのコインは一体誰がどこから持ってきたのかねと朝家族で話をしてて、私の結論はきっとその時代のコレクターがこう、ね、そのコインを持ってたコレクターがたまたまその時代に活連に来たんじゃないかねということで、コレクター説を私は唱えてみました。さて皆さんはどう感じましたでしょうか。はい、ということで、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com です。また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。またツイッターも連動しています。たくさんツイートお願いします。そしてまたサイマル放送も始まっております。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いていただくことができます。はい、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送でお楽しみいただけます。はい、それでは、今週も、ウォーズカフェ、進めていきたいと思います。それでは、よろしくお願いします。それではここで1曲お届けします。はい、歴史で狩りから稲作へです。聞いてた感情リンクして、面白い繋がり。なんか神田の方にすごい勧められました。なんか坊主カフェで使ってるこの歴史の曲面白いよっていうの。歴史まだご存知じゃないですか。あ、その神田から教えてもらうまで知らなくて、あ、そんなアーティストあるんだと思って、なんかツタヤに行ったらすごいなんかこう特集されてて。あ、そうなんですか。はい、なんかライブか何か沖縄であるんですかね。何かに出るのかわかんないですけど、今度11月のバッターワードフルワールに出演する、行かなきゃ行かなきゃ。まだ2日あるんです。2日あって、はいはい、どっちに出るのかが出ないんですよ。あ、そうなんですか。まだとか。もう早く決めてよ。公表してよ。気になるじゃないですか。
行きたいけど2日間の休み取れなそうだから、うん、決まったらそっち行きますもんね。でもチケットとかじゃないですか。そうそう、チケットからチケットもその1日目のチケット2日目のチケットと別なんで、うん、その投資券を買ってどっちにでも行けるようにするとか。あ、どうしようどうしよう。ライブが面白いんですよ。歌も面白いんですけど、ライブパフォーマンスが面白いアーティストなんで、なんかみんなで、ファンはイナホー。あ、言ってました。なんかこんなやつ、イナホーは前に1回できる、初めて言って、それで、それってイナホー持参するんですか。そうそう、みんな持参でしょ。どこ、そんな、なんか割と売ってるもんなんですか、あれ。いや、売ってないと思うんですけど。ですよね、どこで手に入れたんですか。僕らは初めて買ったので、そんなもんじゃなくて。でもあれですよね、会場で売ってるわけではないんですよね。みんな自分で、なんかもうライブグッズの一つとして売った方がいいです。ねえ。そうそうね。いいな。あんまのグッズ販売のところで、うん、そしたらみんな持ってできますよね。そうそう、今度歴史の事務所に手がある人に出てきます。面白いな。残り1分です。はい。面白いですね、この歌。高床式って、はい、高床式って言うんですけど、だんだん高岡崎になってくる。そうなんです。ライブの時なんかこう、ボードカフェのジングルとかと一緒に曲も入ってるんですけど、なんか題名、この曲名からして面白そうな謎の、この聞いてみないと絶対にわからない感じです。すごい、みんな名曲なんですよ。歌詞を聞かなければすごい。ちょっと今度歌詞カードも一緒に聞いてみます。はい、ではお坊さんのつぶやきのコーナーです。はい、こちらのコーナーでは、こう最近のニュースですとか、話題から気になることをピックアップして、仏教やお寺と掛け合わせてつぶやいていくコーナーとなっております。はい、今週はですね、ちょっと、今週は先々週ぐらいでしたか、はい、私娘の
保育園の、秋祭りがありまして、この秋祭りで司会を、させていただきた、いただいたんですね。なんか最近こうやって、ラジオで喋ったり、もともとお坊さんですので、この法事先で、人前で、お話をするというのは、よくあるので、この保育園の秋祭りも、司会を、させていただく、ことになりました。でですね、毎年もちろんいろんな方が司会をされていますが、保育園ですので、あんまりね、皆さんはっちゃけた、お祭り、司会は、されないんですけれど、今年で娘も最後の、1年なので、ちょっとはっちゃけてみようかなということで、今年は、司会も少しはっちゃけた感じで、させていただきました。はい。でね、途中で、私はちょっと直接は聞いていないんですが、私の家族がですね、園長先生からですね、一言、お父さんって本当に普段お坊さんなんですかねというような、園長先生の、感想があったということですが、はい、そんな感じで、だいぶ楽しんで司会をさせていただきました、ね。でですね、またこの保育園、もともとお父さんお母さんも、保育園自体もすごいユニークなんですけど、お父さんお母さんもですね、とてもユニークでして、先輩のお父さんお母さんたち、いろんな方がいたんですけどね、一人面白いお父さんがいて、この、変でいいんだよと、変わっていていいんだよというお父さんがいて、どういうことですかと言ったら、その方普段は学校の先生なんですけれど、この人の言うことを聞く子が、いい子じゃないと、親の言うこととか、大人の言うことを聞かない子が、将来とてもいい子になると。逆に言うと、だから親のことばっかりとか大人の言うことばっかりはもうはいはいと聞いて、素直に従ってる子は、ね、将来もそんな、もちろん大切する子もいるんですけど、それよりはこう結構もうちっちゃい時からも反抗ではないんですけど、親が言ったから、その通りですじゃなくて、こういろんなことをこの自分でこう考えたりして、人の言うことだけを聞いて、この何て言うんですかね、それだけをこう行動している子よりも、そうじゃない子の方が、将来こう楽しみな子がたくさんいたよということで、なるほどと。私もそんなに子どもの時にこうはなんですか、ね、楽しんでなんかワイワイワイというような、外れるのはちょっと苦手だったのでですね、じゃあ今更ですけど、大人になってから、じゃあいろんなことをやってみようと、人と、がね、ちょっと躊躇してしまったり、そんなのできないよというようなことを、挑戦してみよう、チャレンジしてみようということで、いろいろ、させていただいて、それでね、お祭りの、司会も、じゃあちょっとこう自分がまず楽しもうと、そうすればきっと、こう参加している、子どもたちももちろん楽しんでいただけるだろうし、そこにね、見学参観に来ている、保護者、お父さん、お母さん、おばあちゃん、おじいちゃん、ね、みんなも楽しんでもらえるかなということで、まずじゃあ司会自身が楽しんでみようというふうに、させていただいたら、私はもちろん楽しかったですし、多分、会場の皆さんも不愉快にはならなかったと、信じております。たまにそこそこ笑っていただいていたので、多分楽しんでいただいたのかなと、というところからですね、こう思ったのがそうそうと思ったんですが、この私の、宗派真言宗ですけれど、真言宗にはですね、この密言浄土という言葉がありまして、密言の密は秘密の密に、厳しいと書いて密言ですね、密言の浄土、この清い、この土地ですね、密言浄土という言葉があります。これは私たち、仏教徒、特に真言宗の、この信徒さんは皆さん、このなんですかね、浄土の世界に、もちろん皆さんこのいつかとか行きましょうと。で、このただ浄土というのはよくですね、阿弥陀さんとか、このなんだそこは、浄土教という宗派がありますけれど、浄土の方たちが言うですね、この亡くなってから阿弥陀さんの世界に往生しましょうではなくて、真言宗のこの密言浄土は生きているうちに、生きているこのままで、この世界を浄土にしてしまおうというこの考えがあります。死んでから先は本当はよくわからないじゃないかと、死んで本当に阿弥陀さんが助けてくれるのか、ね、そういったなんか仏さんに助けていただけるのか、それは本当のことを言うとよくわからないと。なのでわからないことをこう行動するよりは、分かっている今の世界、今確かに確実に自分はこの世界にいるんだと
というのは分かりますからね、そこをこうじゃあ突き詰めていってこの世界を浄土にしてしまおうという考え方が、真言宗にはあります。でそれが密言浄土と、読んでおりますが、ということでですね、この世界を楽しくしてしまおうと、はい、ということで、実は、まあ、来月お寺でお祭りがありますが、第8回目を数える神宮寺祭りという祭りがありますが、この祭りの第1回栄えある第1回が今から8年前に、ありました。その時にですね、お祭りの目玉でさせていただいたのが坊主ファッションショーという、イベントでした。で、もうまあこう言葉を聞いても皆さんなんとなく想像はできる方と、なんじゃそりゃという方といらっしゃると思いますが、この坊主ファッションショーですね、お坊さんのこの着物袈裟というのが、ございます。この、お袈裟を、こうにはいろんな意味があります。またいろんな歴史が、詰まっております。この意味や歴史哲学を、このお袈裟で表現をしているわけですが、ですので逆に言うともういろんなお袈裟がありますね。形も違いますし色も違います、デザインも違います、ね、こういったいろんな違いのあるお袈裟を、たくさんは集めて、じゃあこれをファッションショーのような形にしてお坊さんにウォーキングしてもらおうと、でそれを、皆さんに、ご覧いただこうということで、第1回のお祭りの時にですね、坊主ファッションショーというのをさせていただきました。まあ、おかげさまで、大盛況、でしたが、その時 も、もうまず私も楽しませていただきましたし、その時出演していただいたお坊さんたちもですね、皆さん、楽しかったと、こういう企画いいねということで、まずは出演する私たちが楽しんだんですね。そうするとこうご覧いただいた、来ていただいたお客さんの皆さんも楽しんでいただけたと、あれも今考えれば密言浄土だったのかなというふうに思います。そんな感じで、こう皆さん、この世界を楽しくしてみませんかと、今ある皆さんの生活を、もっと、自分が幸せだ楽しいというふうな世界に、変えてみるのはどうでしょう。でもそんなのとか、とかいう気持ちももちろん分かりますけれど、ちょっとだけ半歩だけ、こうその行動チャレンジしてみるときっとまた違った世界が見えて、あなんだ結構簡単じゃないかと、あやっぱこういう世界の方が自分は楽しいの幸せだなということで、居心地が、きっと良くなると思いますので、ぜひとも皆さん密言浄土というのは、死んでから先ではなくて今いる皆さんの世界、これを素晴らしい世界にする、それが仏教真言宗の教えにございますので、ぜひとも皆さん密言浄土チャレンジをしてみてください。はい、ということでした。ではここで CM、はい、を、挟みたいと思います。はい、ではですね、ここで一つコメントをいただいております、おはようございます。あ、おはようございます、チャライ KB ファンさん、あ、ありがとうございます。おはようございます、よかったらこのまま FM リノワン、お聞きください。はい、では続いてのコーナーです。今知りたい内縄の崇高ということで、こちらの、コーナーでは、内縄の崇高、いわゆる沖縄の法事ですね、のしきたりや習慣についてご紹介、説明をさせていただくコーナーとなっております。はい、
ではですね、毎週いろいろ崇高のお話をさせていただいておりますが、ちょうど、何日、2、3日前でしたかね、に法事先で、お話になったんですが、こう最近よく皆さん新聞の志望広告を見るとですね、この繰り上げ法要、この四十九日の繰り上げますと、ね、何かの法事を繰り上げますという、こう広告じゃないですか、一文が、ね、新聞の志望広告のところによく 見ると思いますが、どうして最近ああいうふうに繰り上げの法要が増えたんですかねと。私が若い時はこんな繰り上げなんてなかったのに、もう最近はもう新聞見たらもう10件中10件ぐらい繰り上げしてますよねということで、こうね、質問を、受けたんですね、はい。で、私もね、よくここでもお話をさせていただいておりますし、実際に法事でも、この繰り上げについて、どうしてですかとよく、質問をされるので、いろいろこう自分でももちろん考えますし、ね、いろいろとお話をしますが、やっぱりいろんなもちろん原因があると思うんですけれど、一つにはですね、最近はこの自宅で亡くなる、家で家族と過ごして最後亡くなるという方がとても減ったと思うんです。もちろん前からどんどん自宅看取りって少なかったと思うんですけれど、最近はもうどんどんね、施設が充実してきたというか、病院も充実してきた部分もあるので、自宅で亡くなる方が減って、その施設や病院で最後の数ヶ月とか、もしかしたら数年とか、こう過ごして亡くなるということで、この亡くなる方がだんだんこの命が終わっていくという過程を見る人が少ないと思うんです。私も今年祖母が亡くなりましたけど、施設にいたので、この数年はもう祖母のいる施設にお見舞いに行って顔を見るということで、もう数年あまりこの回数時間は少なかったんですが、確かにそうでした。でそれはね、どこのお家も最近はそうなのかなと。それで結局こう亡くなる人をそばに身近に感じたり、亡くなる人がそばに単純にいないということで、あまり死がよくわからない、なのでこの供養もよくわからないというこの原因になっているのかなと。こうそばに病院、病気の人がいて、だん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 弱っていく、だん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 病気が進行していく、なので家族がそばにそれを付き添ってあげたり、この励ましてあげたり、それがあって、あ、もうすぐ亡くなるんだなとか、皆さん言葉には出さなかったり、このはっきり表現はしないんですけれど、心の中でそういうふうにだん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 感じていっていたと思うんです。以前は、ね、昔はそれがもうこのなんかちょっと体調が悪いよと言ったら、もうじゃあ病院に入院です、施設に入りますと。それで気がついたらもう亡くなったよとか、もうだいぶちょっと苦しいらしいよということで、もうこの飛び飛びでしかそういった状況とか実際にね、本人を見ることがないと。その結果とってもやっぱり死が遠くなっている、この亡くなる人というのが身近にいないと。それがこうなってしまっているのかなと。結局ね、でまたそれで怖いなと思うのは、こう死が遠いということは、逆に言うと自分自身もどうやって自分の今の人生って幸せなのかなと、こう自分の生についても、この生きている人生についても、結果的にこう考える時間が減っているんじゃないかなと。よくね、死生観とか言いますね、死を見ることは、自分の生につながるという、ことですけれどね、結局、身内の死とか家族の、亡くなるというのが、遠いと、身近に感じられないと。なので、ひるかえって、自分自身の、人生をどうしたらいいとか、自分はどうやって、生きていこうとか、この人生でいいのかとか、こう振り返ること、立ち止まって考えることが、結果的に、少なくなっているというかね、あまりそういう機会がないと。それなので、死ぬことに対してもすごく感性が鈍ってしまうし、自分が生きることに対してもことに関しても同じように感覚が研ぎ澄まされていかないし、それで法事っていうのはやっぱり、亡くなった人を見つめる、でそしてまた生きている自分も同じようにこう考える、
というのも同じように法事もだん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 なんかもう軽くなってしまっているというなんかまあある意味悪循環なのかなというふうにも思います。なのでどっかでこれを断ち切らんといけないですから、まあ、そういう意味では、まあ、最初に言ったようにこのもし家族が、亡くなるとか家族がもう病気になる もしかしたら、もう少しで死を迎えるぐらいの、 この状態だという時には、まあ、できるだけその病院に通ってこうその方とこう一緒に時間を過ごすとかいろんな思い出話をするとか、ね、何か方法をこう自分で見つけてですね何ですかね死を見つめる時間を増やせば結果的に自分で考える時間も、ね、たくさんたくさんできると思いますので、そうするとね法事に対してももっとこんなしてあげようと、繰り上げなんかしないで毎週毎週やろうよというねこういったことも考えられると思うんですね。はい、なのでねなかなか法事が、最近繰り上げになってしまっているっていうのはなんかすごく私どうしてもね仕事からいろいろ考えますけど死が遠いのかなと。なので死を近くに身近に感じられるようにすればまた前のように法事がもしかしたらこの繰り上げとかじゃなくて、しっかり毎回毎回ちゃんとこの節目で、法事を、するでそういった風に戻るのかなというふうにも、考えております。はい、皆さんはどうでしょうかというところで今コメントいただきました。あ、はい、あチャライ AKB ファンさんまたありがとうございます。自分が死ぬときは家で死にたいっす、病院とかで死にたくないっすね。そうですね、はいはい、私もそう思います。自宅で、亡くなる家族ね、子供とかね奥さんとか子供や孫とかねそういった近い人たちの中でね、亡くなるってまあ、まだ私もちろん経験はしてないですけれど、ね、それってすごいいいと思います。で知り合いにそれと看取りをすごい専門にしているお医者さんがいるんですけど、まあ、その方に聞いたら自宅で看取られる方は変な話幸せそうに亡くなると、なんかもう悔いはあまりないという、 こう死に顔を、見ることができますよ。やっぱり病院とか施設で亡くなる方よりも自宅で亡くなる方のこの死に顔の方が幸せに見えますよという名前に、聞いたことがあってですね、あ本当ですよね、本当心の底から、思いました、ね、チャライ AKB ファンさん全くその通りですね。私も病院は、まあ、難しいと思うんですけれどできれば自宅がいいですよね。はい、ということで、はい、今日は、うちのあの崇高は、このどうして法事が繰り上げ最近増えてしまったのかなというお話でした。はい、では、ここで、また曲を1曲紹介しようと思います。また、歴史から、じゃないかです。どうぞ。しゃべるってそうなんですか、あまりいないんですか。いやありますけど、割となんかパーソナリティさん2人で来たりとかするんで、なんかゲストさんが入って、まあ、結局2人とか3人とかでしゃべってるのが割とあるので、ね、いつもいつかはそういう、まあ、あとお坊さんがもう1人いるので2人でもしたいんですけど、うん、そうするとお寺を迎えるのかっていうのが泣いちゃいますね。そうなんです、難しい。であとね、もちろん私もどうしても仕事でこの時間に仕事が入ってしまうこともあるので、うんうん、そうするともう一人の彼がこう来るというのもあるし、まあ、彼にも こっちを経験してもらいたいので、うん、そんなちょっと自分のペースができたら交代して、でもいいですね、なんか週替わりではないですけど、ね、いろんなお坊さんが、そうそうそう、
後の話をゆっくりしよう。いつも後半が時間が余ってしまうんですよ。あ、じゃあ次、3つ目 の神社の神社仏閣一度は行ってみたいのコーナーの前に、来月お寺のお祭りがあるので、ちょっとそれの告知をしてから、じゃあ CM 入れて、その後に、木業の方のじゃあジングル入れて、そのままその紹介入る感じでいいですか。その後に次のコーナーですみたいな、なんかワンクッション入れていただいたら、はい、でそちらのジングル入れます。はい、神社とかお寺さんとかそういう少ないですもんね。少ないですね。1年前大阪の方に住んでたんですよ。でなんか割と友達がすごいその神社とかお寺さんが好きで、よく京都とかのお寺巡りを一緒に行ってて、大阪から行ったらすごいですもんね。近い。なんか友達はこう御朱印巡りをしてて、なんか最近やってる方が多いみたいで、そうすごい増えましたね。うちの寺もやってますよ。あ、そうなんですか。数年前だったら考えられないですよ。なんかでも割と本屋さんとかにもその御朱印帳とか普通に置いてますもんね、最近。密かにブームで。メジャーなブームはないけど。そこそこ。なんでなんか。皆さんもともと沖縄の人。沖縄の人です。大学が四国で、その後に就職。たのが大阪の方です。四国いいですね。じゃあお遍路さんなんかもちらちら見てましょう。ああ、一番寺と最後のお寺だけ行きましたそうなんです。でも一度はなんかせっかくだから巡ってみ、全部行ってみたいなとは思ってるんですけど、私もまだなんです。あ、そうなんですかじゃあ一旦 CM に入ります。そうなんですか。なんか行ってみたい行ってみたいと思いつつ、割とあれ車とかの方が、まあ、歩いて回る時間がなかったんで、せめて行ける場所をちょっと行ってみようと思ったんですけど、全然山の中とかだったんで、そんな気軽に行ける場所じゃなかったんで。全然頼めないから。でもどんな距離感とか、どっちかもない。高知から愛媛に入るところがすごい距離があるみたいで、ましてや四国は交通の便がすごい不便なんでそうなんです。あ、10秒前です。じゃあ10秒前です。ではここで、イベントの告知です。はい、先ほども少し紹介をさせていただきましたが、来月10月の9日日曜日ですね、神宮寺において第8回神宮寺祭りを開催いたします。10月の9日、日曜日ですね、場所はもちろん神宮寺の境内となっております。で主な内容ですけれど、12時から5時まで、昼の12時から夕方の5時まで写経会を行います。こちら皆さん写経というのをご存知でしょうか。筆でですね、お経の文字をこう要は書写する、写すんですけど写経、はい、最近ね、本屋さんなどでもこの写経のこのセットなどを扱ってて、密かにブームとなっておりますが、この写経を今回無料で体験できるというこのコーナーを設け、ブースを設けております。こちらが12時から5時まで。そしてもう普天神宮寺のお祭りのもうこの名物となっておりますが、稚児行列と
ってですね、大体小学生ぐらいの、男の子女の子に着物を着ていただいて、この行列をしていただきます。いわゆる道巡礼ですね。これが2時半から、3時まで、この道巡礼の方はサンフティーマ、普天間流坊がある、ところですね。サンフティーマから、神宮寺までを道巡礼をする予定です。そして、3時半から4時までですね、大道芸ということで紙芝居のこの出演を、予定をしております。そして、4時半から、5時ですね、この健康祈願法要、もともとこのお祭りは昔首里の王様が旧暦の9月9日に合わせて、神宮寺にお参りに、隣の神宮寺と隣の普天間宮に健康祈願に、訪れるという年中行事がありまして、それを神宮寺では今もこう引き続きこのお参りの皆さんを、ご祈願をしようということで、この16時半から4時半から5時までの間健康祈願の法要を、させていただきます。そして、5時から、5時15分までは、住職私の、法話を、させていただきます。そしてその後、5時45分から、6時までですね、15分、空手の奉納演舞をさせていただきます。でこの奉納というのはこの後に、6時から日渡り行と言いまして、真言宗1200年の、歴史があります。この火の上をもう歩く、もうそのままですね、日渡りの、修行がありますが、この夕方の6時から7時半までの1時間半、この日渡りの、お勤めをさせていただきますが、そのための、お清めとして、空手の演舞を奉納していただきます。そして6時から日渡り行で、こちらですね、日渡り行体験ということで、まずは、私たちお坊さん、僧侶の方が、火の上を、歩きます。そして、その後一般の皆さんもこの火の上を歩くこのことができますということで、この体験を、することができます。はい。で、この日渡り行の方も、特に参加、事前の申し込みや、料金などはかかりません。その時間に6時に神宮寺に来ていただいて、この一緒に並んでいただきましたら、日渡り行の方を体験することができます。でなかなか県内でですね、日渡り行をこの行っているお寺さんはありませんので、県内では今のところ私が知っている限りでは神宮寺だけで行っているお祭り、この修行となっておりますので、ぜひ、ね、テレビですとかね、最近はニュースなどでもね、いろんな情報が見れますが、もし、ね、日渡り行を見たことがある、やってみたいと、興味があるという方が、おりましたら、10月の9日日曜日、6時に、この日渡り行を行いますので、どうぞご参加ください。で、先ほどの写経と日渡り、健康祈願、この辺は皆事前の申し込みですとか、料金はかかりません。無料となっております。ただ稚児行列の方は事前の申し込みが必要ですが、申し訳ありません、もう受付を締め切らせていただきました。はい。ね、もう今年も、定員を、もうすぐもうあっという間に定員になってしまって、もうおかげさまで毎年大盛況の稚児、ですが、はい、もう稚児の方は、受付の方が終了しております。もし子供に、させたかったと、お孫さんに着物着せたかったなという方、大丈夫です。また来年もありますので、ぜひ来年稚児行列、参加をされてください。はい。ということでですね、ここで、神宮寺の、お祭り、神宮第8回神宮寺祭りの告知でした。10月の9日、場所は神宮寺です。はい。よろしかったらどうぞ。あとですね、お天気が悪くて延期の場合は10月の16日、1週間後の10月16日に延期をさせていただきますので、皆さん、もしお天気が悪い場合は、10月の16日となっております。はい。ということで、第8回神宮寺祭りの告知でした。はい。では続いての、コーナーに行きたいと思います。はい。では、次のコーナーです。一度は行ってみたい、神社仏閣。
第1回から、この紹介をさせていただいておりますが、すみません、なかなか紹介が遅れたんですけれど、ですね、第1回神宮寺から始まりまして、みんな琉球八社と呼ばれる、この琉球王国時代に建立された、この八軒のお寺を、総称して琉球八社と呼んでおります。この、八社のお寺さんを、今順次紹介をさせていただいております。はい、第4回ですね、第4回の今日の、琉球八社4番目のお寺さんは、那覇市安里にあります新徳寺さんを紹介させていただこうと思います。この新徳寺さん、那覇市の安里と言いましたが、そこは三栄は安里店になるんですかね、三栄安里店、国際通りの一番、こう入り口と言ったらいいんですかね、出口と言ったらいいんでしょうか、この安里川にあります国際通りの、三栄がありますが、そのすぐ裏手に、あります、新徳寺というお寺です。結構ね、ちょっとこの住宅街の中にありまして、少しですね、道も細い道が多くて、こうあまり知らないとかね、行ったことがないと、そこにお寺さんがあったんですねという場所に、ちょっとね、住宅に囲まれておりますが、そこにはですね、もう古い由緒のあるお寺さん、新徳寺さんが、あります。でこの新徳寺さんも、八社ですので、やはり神社と一緒に建てられておりました。新徳寺さんの隣にはですね、八幡宮という、神社がありまして、この八幡宮とともに、この神宮寺として建てられたのが新徳寺となっております。でこの、新徳寺、建立の時期はですね、よくは分かっていないというふうに文献には、あります。特に、1713年、この琉球王府が、調査をしたところ、もうこの誰が作ったのか、代々の住職方、どういう方がいらっしゃったのかというのを調べてみたんですけれど、もうすでに、古すぎて、調査ができないという記録が、残っていると。1713年の時点で、もう 古くてよくわからないということですからね、古いです。ただですね、この一緒に建てられたと言われているこの八幡宮の、この神社の前にですね、うこく殿と呼んでるんですかね、うこく殿というこの田んぼがあったと。でこの田んぼは別名八幡坊主寺と、八幡さんの坊さんの、要は土地ということで八幡坊主寺と、呼ばれていて、この地元の方たちが、この春に耕して秋に収穫して、いたということから、もうね、この坊主という言葉が、この神社の前にあったと。でまたこの、土地はですね、この琉球王府が、このの、公的な書類、宇検地帳という宇検地帳ですかね、というこの公式の帳簿にも、この記録が残っていると。で要はこの帳簿はですね、この琉球王府から承認をされていると、琉球王府のこの管轄の、この土地が載っているわけですね。なのでそこに載っているということは、もうこれは個人とか、この民間の土地ではなくて、この琉球王府の要は公的なと言ったらいいんでしょうか、はい、そういった、この田んぼだったということを考えますと、もうこの、新徳寺さんもですね、この八幡宮というのが、八幡宮のもともと首里の聖徳王という王様が、建立された勧請された、神社ですけれど、まあそれやっぱりこの八幡宮とともに、一緒にこの新徳寺もできているんだろうということで、やはりもう古いですね、もう500年以上、確か聖徳王は聖太久王 の次の代だったと思いますので、もうやはり550年近く、経っているというお寺さんに、なるかと思います。でこちら、新徳寺さん、県内では珍しいと思います。本尊さんが不動明王という仏様を、お祭りをされております。本尊さんというのはそのお寺の、仏様ですね、そこの仏像は不動明王という仏さんを祀っていまして、また面白いんですけれどね、この不動明王さん、もともとは中城にあった糸釜寺というお寺の本尊さんだったと。ところがこの糸釜寺が焼けてしまったと。そしたらその瞬間にこの首里の牢獄門というね、門がありますが、そこにこう飛んでいって、で
首里城のすぐ横にありました円覚寺の報道にこの逃げ込んだと。そして、円覚寺の報道で、ずっと祀られていたんですけれど、ある時に新徳寺の住職さんが、この新徳寺の本尊として、お招きしたいということをこの琉球王府にこの奏上して、要は頼んでですね、この新徳寺の、仏像として、迎え入れたと。もともとは、中城のお寺の、本尊さんだったんですけど、燃えてしまって円覚寺に、お祭りされて、そこから新徳寺の本尊さんになったと、いうことなんですけど、ね、面白いですね。ところがですね、また今度、それから、何十年かして今度は護国寺の、お坊さんが、このごまを炊くために、不動明王を護国寺さんに持っていきたいということで、あ、持っていたんですね。なるほどなるほど。新徳寺の、本尊さんだったのを今度は護国寺さんの、仏さんとしてお祭りしたいということで、この護国寺に、移転したと。でその後、30年ぐらいして、新徳寺の住職の方が、じゃあ新しい、お不動さんを、お招きしたいということで、王府に、このお願いをして新しいお不動さんを、迎えたということで、常に本尊さんはお不動さんですね、はい、今も不動明王さんを、本尊さんとして祀っております。多分県内では不動明王さんを本尊さんとして祀っているのは、私がパッと思いつくのは新徳寺さんだけですね。他にはなかなか不動明王を祀っているお寺さんは少ないですからね。で、この不動明王、さっきね、護国寺のごまの、ために、護国寺に移転したとありましたけど、はい、ごまといってね、この火を焚く、さっきの火渡りと一緒ですが、お堂の中で火を、焚いてこのお勤めをするというのが真言宗には伝わっておりますが、このね、不動明王さんはその時の本尊さんとして、このごまの、なんていうんですかね、もうごまの炎自体が不動明王であるというようなこのイメージをする修行法があるんですけれど、その時にお不動さんを、お祭りするので、真言宗ではとても大切にされている、この仏さんの一人ですね。なんで沖縄、ただね、沖縄ではなかなか、ごまが少ないので、不動産祀ってる寺が少ないんですが、その中でしかも本尊さんとして祀ってるというのはね、本当新徳寺さんぐらいと思いますが、ね、まあ、そういった、この由緒のある仏さんです、はい。でここの、新徳寺さんですね、光栄荘といって、光栄なんて言ったらいいでしょうか、そうそう、先ほどファッションショーでも話をしましたが、お坊さんのおけさ、着物ですね、これにはですね、色によって階級が分かれております。一番、位の高いのが紫衣装といって紫色の衣を着ているのが、真言宗では一番位の高いお坊さんになります。で、その次の位が光栄、この黄色ですね、黄色の衣と書いて光栄と、お読みしますが、この光栄装というのがその次の位になります。で、新徳寺の、住職もこの光栄装という位を授かっていたということで、まあ、ここの住職になるとこの光栄を切ることができたと、まあ、なんて言うんでしょう、お坊さんからする、この、ね、私たち僧侶の立場からしますと、やはり紫を着たいとか、ね、まあ、こうお坊さんもどんどん修行を深めていって、もっと、このね、光栄を着たい、紫衣を着たいと、黄色を着たい、紫を着たいと、まあ、一応まあこの目標というか目的というか、そういうのがあってですね、それで皆さん、まあ、お坊さん皆こうなんで、じゃあ一生懸命修行をして、どん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 上級、していく、ですが、新徳寺のお坊さんは光栄僧だったと。確か神宮寺の住職もこの頃は光栄僧だったと思います。まあ、その琉球8社のお寺は皆この漢字といって、この琉球王府の、が運営をしているお寺だったんですね、その昔は。なんかイメージですと、今もお寺というのはいわゆる民間の会社と一緒ですから、ね、私のように住職が、自分でこの運営を経営をしておりますが、その琉球八社の時代はお坊さんが自分で寺を運営するのではなくて、まあ、管理をしている。お寺自体はこの幹事といって、この世は、公共のお寺、王府のお寺というこの何ですかね、立場でした。でお坊さんが、そこにこう住んで、普段はそのお寺を管理させていただいていると、いうこういった感じというのが、
あの琉球発射、でしたね。でまあね、そんな感じでこの来たんですけど、まあ、その明治になってからあのこの琉球王府が解体されて、ね、沖縄県に、琉球藩になって沖縄県になった時にこの琉球発射もこの王府の手を離れて、この皆独立をあの独り立ちをしたんですね。なので、まあ、この時のお坊さんというのは大変だったと思います。それまであの琉球王府から給料を毎月、もらってこう暮らしていたのが、ある日突然、じゃあ今日からは独立してねということで、あの琉球王府の元を離れて、ね、独立民間になったのでね、この頃の明治のお坊さん大変だったんだろうなと、いつもいつもあのなんか思いを、馳せております。はい。で、まあ、この琉球新徳寺さんですね、なんとあの沖縄戦においてもすごい大変だったと。ね、この新徳寺さん、安里にありますが、その近くにあのシュガーローフといって有名な沖縄戦の時にあの一大激戦地になった、場所がありますが、この新徳寺さんのところはですね、ホース昭和と呼ばれて、このシュガーローフを、この要所を守る大事な関所というかなんですかね、要ということでホース昭和と呼ばれるこの場所が新徳寺さんのあったこの丘になっていたと。なのでもうここをシュガーローフを取るためにはホース昭和も取らないといけないということで、日本軍も米軍もそれぞれもうすごい戦力をこう注ぎ込んで、もうお互い大きな被害を被ったと言われております。そこが新徳寺さんだったということで、もう沖縄戦においてですね、新徳寺それから八幡宮ともにこのもう激戦地でしたので、もうどちらも建物の方は、もう残念ですけれど沖縄戦でもう、こう焼失してしまったと。で、もうその時になんとですね、住職、新徳寺の住職も亡くなってしまったと、あります。で、まあ戦後どうにかその後の他の高3になるんですかね、私が見たらもうだいぶ先輩ですけれど、先代の、住職が、頑張って元の土地に復興されて現在に至っていると。で、この新徳寺さんですね、そうそう、私すごい懐かしいんですけど、昔の、神宮寺の、お堂と全く同じ作りをしておりまして、この新徳寺、さんお参り行きますと、なんか子供の時の私が子供の時、こう見ていた、自分の寺の神宮寺をいつも思い出してですね、すごく懐かしく感じる寺です。はい。なかなか県内では、古い、だいぶ古いお堂となっていると思います。多分本当は金の方に観音寺という戦前 のお堂が一軒残っておりますが、もうその次ぐらいに多分古いお堂と なっていると思いますので、ぜひ皆さんお時間があるときに那覇市安里、三栄安里店の裏にあります八幡新徳寺、お参りしてみてはいかがでしょうか。古いこのお寺の形を見ることもできますし、そういったね歴史のあるお寺さんですので、とても楽しめると思います。はい。では、今日はということで、一度行ってみたい神社仏閣、今日は那覇市安里にあります、新徳寺を紹介させていただきました。はい。ではですね、ここでまた1曲を、お届けしたいと思います。歴史で、兄者 I need you です。ちょっと時間があと3分しかないので、曲を途中から小さくして、はい、そのままエンディングにエンディング曲に変えてエンディングに入る形で大丈夫ですかね。15分30秒で今週のお説教ですね。はい。ここからガツガツ入れます。エンディングっていつもどれくらい時間使ってますか？1分30秒前になったらエンディングにしてエンディング入れる形にしますか。はい。コメント来てる。
きます。はい、では今週の説教、はい、密言浄土の話をさせていただきました。ぜひぜひ皆さん、あの世とかで、ね、こう自分を楽しもうじゃなくて、今のこの世界、皆さんどうぞどうぞ大切に楽しくされてみてください。密言浄土でした。ありがとうございました。お疲れ様です。